開けます。あれ？でもまあ、ああ、いい匂いする。大丈夫そうだね。こっちは？そう、前回もこんな感じではありました。あ、ちょっとカビがありますね、この辺ね。これぐらいだったら前回と同じだ。大丈夫。はい、お疲れ様です。今日は8月5日です。いやー、昨日ですね、イズマティックじゃない、イズマティックじゃない、タンジェリンっていうね、アナさんがやってるカバーバンドですね、レッド・ツェッペリンの本番がありまして、やってきました。楽しかったんですよ。楽しかったんですけども、ちょっと悔しいですね。もうね、2曲目ぐらいで左腕がですね、パンパンになってしまって、全然もう稼働しないんですね、指が。悔しかったですね。力みすぎたね。本番、いやー、ツッペリンって難しいな。ついつい、なんていうか、こうガッてね、こうやっちゃうというか、まあその歪みもかなり抑えてましたから、かなりこっちもガンガン入れないと、こう歪んでくれないような感じだったんですよね。まあ、それもあってガッ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 ってやるし、こっちもこうね、ギュッギュッってやるしっていうので、1曲目で全部持ってかれましたね。リベンジしたいです、できることなら。 まあ、また機会があればぜひお願いします。頑張ります。一応ね、Vlog も作っていくんですけど、先にね、この本番の様子は切り取って、まあ、限定公開でね、一応アップしておきたいと思います。メンバーの方もビデオいっぱい、こう、なんていうか、あちこち並べてて撮影してたんで、まあ、もしね、このアングルも必要ですよっていうことであれば、全然送りますよということで、一応確認してもらおうと思って、まあ、限定公開用意しておきます。あとは、多分、ジェフは見たいんじゃないかなと思って、この本番。ジェフは興味あると思いますね。自分が弾いてるレッツ・ツェッペリン。知ってるからね、ジェフは。自分がレッツ・ツェッペリン全然知らないやつだっていうことをね。だから最初に、参加するんだよって話をした時に、すごいね、あの人興奮してたんですよね。北海道にいるジェフにね、暑中見舞いですね。あ、で、今日はですね、午後から生徒さんが来て、で、あと夕方出張があります。お疲れ様です。今日は8月4日です。です。一筆入れます。はい、レッスンが終わりまして、私ね、すごく大事なことを、忘れておりました。こちらね、味噌なんですけど、これ2021年の3月15日に作りまして、モカさんのオーナーさんと一緒にね。はい、あったかい。4時間半ぐらい煮たから。こんなんあげる人います？ そう。ああ。前回と違うよ。跳ね返ってこない。これは前回ボーンってなったの。違いますね。違う。ベタンって言ったの。ベタンって言ってる。で、前回作った時、1号機はですね、3ヶ月の段階で表面のカビを取る、そんで除菌をするっていうのをやってるんですよ。I have to remove the all the top thing. あ、いや。カビあります。あ、もそう、うそうあそりう。ます。はい。これをトップを全部クリーンしはます。い。はい。オンリートップだって。3ヶ月のタイミングで。で、今日8月の5日ですよね。
約5ヶ月放置しちゃってるんですよ。もう一個ありますから、これ。ちょっとさ、開けてみよう。怖いけど。開けます。はい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 。あれ？でもまあ。ああ、いい匂いする。大丈夫そうだね。こっちは？はい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 。そう、前回もこんな感じではありました。あ、ちょっと、カビがありますね、この辺ね。はい。まあこれ分量を間違えて、これ1個で良かったところが2個になっちゃって、これしかもオーナーさんから借りてるあのバケツなんで返さなきゃいけないですよね。あー、めっちゃいい匂いする。でこっから先タッパに移して冷蔵庫に保管することで、これ以上の熟成が進まないで一旦止めることができます。でもっと熟成を進めたいよっていう時は、この除菌をきれいにして表面のカビを取ってってやつをやった後にそのまま放置しておけば、はい、熟成をさらに進めることができます。あ、こっちはね、あ、でも若干カビはありますね。あ、でも全然いいっす。すごくよくできてると思う。じゃあ表面全部これ捨てていきます。この上澄みだけを。あ、綺麗な色ですね。いや、今回もこれ大成功じゃないか。めちゃくちゃ美味しいからね、このホームメイドは。 OK、 じゃあちょっと除菌していきますね。はい、めちゃくちゃいい色ですね。そして香りがすごくいいです。除菌終わりました。じゃあこっちも同じようにやっていきます。色がね、だいぶ濃く変色している部分があるんで、表面だけじゃなくてこの縁の部分とかね、割と大胆にここは削り取っていいと思います。もったいないとか、ここはね、あんま考えない方がいい。いっぱいあるし、どうせ。うん、こんなもんでいいかな。こちらも除菌します。じゃあこちらはさらに熟成を進めていきたいので再び封印しますね。はい、丁寧にラップしました。でこちらは熟成で、再びこちら。こちらはタッパーに移します。1個はね、もうあの初期のやつってことで残しておきたいんだよね。後々さ、すごい熟成が進んだ時に食べ比べしたいから、日付のラベルを貼ってもうこれは冷蔵庫でキープ。めっちゃいい匂いしてるな。ちょっとお酒っぽいなんか香りもありますね。はい、こちらキープです。ちょっとラベル、こちらが2021年8月5日でキープとサインしておきます。冷蔵庫に封印で、これが初代ですね。ちょっと後で食べ比べしてみよう。でもう一個、こっちはね、普段これからもう食べる分とんでもない量だ。いや楽しいね、味噌作り。一応3ヶ月ぐらいで食べ始まっていいっていうことだったと思うんで、もうこれは十分なはずです。いやでもよかった。失敗してたらどうしようかとね、今日ね、思い出した時に、ちょっと不安になりました。丸米味噌。はい、これ普段食べるやつです。で、こちら、まだまだありますから、こちらも、熟成を進めていきたいと思います。しまった。もうない。まあ一回除菌してるからね、綺麗に拭き取れば大丈夫でしょう。なんとなくやだな。ちょっとこのアルコール洗浄、若干これで拭こう。おおお、これをちょっとさ、あ、いいじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。さーっとね。はい、じゃあこれで封印。それではちょっと食べ比べしてみましょうかね。こちらがオリジナル。
うん、うまい。で、今回こちらバージョン2いただきます。お、甘い。あ、うまい。あのね、柔らかい。うん、まろやかだね。だいぶ美味しいぞこれ。うまいな。今回めちゃくちゃよくできた。すごい柔らかい。この麹がなんていうの、ちょっと残ってんだけど、麹かな、大豆の破片かな。すごい柔らかいんだよね。まろやか、めちゃくちゃ美味しい。よし、じゃあ、出張まで、ちょっと時間あるんで Vlog の編集やります。はい、出発します。今日はですね、宮の坂、はい、池袋、新宿、豪徳寺、はい、そして世田谷線でございます。地上ルートで行きます。めちゃくちゃ暑い。今日は36度ぐらいあったらしい。まあ今もあるのかもしれないけど、今ね4時半ぐらいです。暑いよ。はい、出張レッスン終わりました。戻って、Vlog の編集仕上げですね。だいたい終わってるけど、最後のところ、いや最後まで終わってるな、イントロだけだな。とそれやっていきます。お、ちょうど行っちゃいましたね。